内眼熱高まりを感じる。ドル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 。ずーっとこれだな。トゥルルルトゥルルルトゥルルルトゥ。マジでやることのわからなさよ。お、もう13まで来てるんだ。すげえな。ここどこだ。てか上の気になるな。上の森はなんで入れないんだろうな。もう船持ってるから。そんなあそこ塞いだからって。ってことはあそこ上は船でも入れない場所ってことか。秘境の地。ちょっとレベル上げるか。おお、上げる気がもうなくなってきた俺は。お、セーラー MP100 おめでとう。もうやばい、逃げ腰やばい。もう意味わかんねえんだこのゲーム。逃げ押しとか言って。うわもうダメだもん。あ、全然じゃん。は？なんかこの前デザートドブだっけ、逃げ腰になったっつって、なぜかワンパンで300も食らわせてくるっていう意味のわからない。やっぱりな。もうこいつは絶対相手にしない。時間の無駄だ。トゥルトゥトゥ。そういや命の盾っつうも手に入れてたな俺は。特殊な鉄ってなんだ。そういやもうもういいや、どうせついていけないだろ。特殊な鉄で剣を作ってやろうみたいなやつがいたけど、どうせもう何これ。いやでも気になるな、ちょっと。まあ行くだけ行ってみるか。剣じゃないかもしれないからね。ひょっとしたらネモ用の装備かもしれない。どうだっけ、銭湯でいいんだっけ。最初の街トゥントゥントゥルトゥン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 トゥ。オッケー。ここか。この店はもう潰してしまった方がいいだろう。何も売る気がないのなら。お？お？どっちから入ってもここから出てくるんだけど。こいつだ、うまるちゃん。さあ何になった。ん、何になった。ん、何になった。ん、何もないぞ装備。どこだ、何になったんだ。え、何やった。え、スピア。なるほど、スピアになったのか。よし、ちょっとお前そこに立ってろ。タッ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 ブショ。ロンギヌスのスピア。
ゴミ溜まってきたから売ろう。おっと、いいね。でも正直そのそこまで強くないけどな、まだ。お？カールダスのことならお任せのカールダス名人だ。使ったカードを取り戻せるぞ。なかなかいい引きだった。電磁スピアいらなくねえか、これ言っていいだろ。振っちゃった。売ってよかったのかなまあでも値段設定されてるってことは売っていいっしょ。命の盾は。ああ、まだなんか、あれ俺待て、あれ、あ、そうか、まだ電磁スピアの方が強えんだ。そうだよ、まだ売るべきじゃなかったな。装備整えるか、まずはダンジョンに行く前に。そうしよう、そっちの方が絶対いい。装備を整えれば雑魚戦も楽になる。雑魚戦が楽になればレベルも上がる。レベルが上がればこのゲームを早くクリアすることができる。そして余った時間でゲームができる。無限ループ。ここじゃねえ。アクシズだっけ。なさそう。おー、あんなとこにじいさんいたっけ。深い。何気ない言葉には深さを持っている。水晶の杖、怒りの弓、エルフの弓、破壊の斧。エルフの弓っつうのは何だい。え、もうこっちは炎の剣持ってんだぞ。弱えけど買う価値あんのか、エルフの弓は。まあ、とりあえず怒りの根、破壊の斧買いたいんだけどさ、いまいち今まで持ってるアイテムと強さ変わりそうな気がしないのよ。だからいいや。怒りの根、はっ、掘り出し物、掘り出したぞ。いや、マジ怒りの根よく見つけた俺。まずは防御重視で。ノイトの鎧、鉄の固定、これは防御重視だな。待てよ、ガンダムは専用装備あるんだよな。じゃあ買わなくていいの。セーラーに買おうか。何？とりあえず装備しよう。鉄の子、あおめえさん、4000も払って2しか上がらなかった。お、これは素晴らしい。薬とかいらんでしょ。ドアナイトの盾、
よし、いい買い物したぞ。いい買い物をさせていただいた。まあガンダムは大丈夫でしょ。こんな防御強すぎじゃん。132って余裕っしょ。でどこ行くんだ。もうほんとこのゲーム地図がないからマップが頭に入ってこない。多分ラクロワか。ラクロワじゃねえな、砂漠グラナダおそらく。当たりくせえな。バーン。あいつあそこじゃないだろ多分。なんだっけ、なんか変なの地下、あのなんか3つ集めないといけないところの隣にあったんだ。俺の記憶が確かならば。ほっほっ、見つけてしまったようだな、新たなるエデンへの扉。外の洞窟には近づくな。きっと災いが降りかかるじゃろう。賢者には逆らえない。行くにしても炎の剣をまず。やばい、どこにあるか分かんない。全然どこにあるか分かんない。何それ、守りの水って21上がるってなんだよ。お前なんか失礼な気がする、守りの水。でも変えたよな、なんかあったような気がする、道具屋に。おい、反則じゃねえかこのアイテム。上がりすぎたの21って。じゃあ強さの水っていうのは強さか、文字通り。じゃあボス戦は強さの水をひたすら使って。しまったな、じゃあ盗賊ナイフやっぱ売らない方が良かったな。攻撃力上げまくって4回行動とかなかなかはかどりそうだ。敵じゃねえよ。もういいや、もう倒す。こいつ結構いい経験値持ってるだろ、なんだかんだで。もう遅いぞお前、謝っても。一応アムロとかにも武器装備させた方がいいのかもしれないな。あいつも一応装備反映されてるはずだから、助っ人としてくるときも。うぜえなこいつら。もうワンパンで敵を壊滅できる魔法ってねえのかな。うぜえ。めちゃくちゃ素早さ高いなこいつ。クソボケが。しかも全然経験値持ってない。もういいよ。せっかくスレッグが来たけど、あの城何？お、行ったっけあそこ。え？
あの城何？まあでもちょっと行く順序があるからさ、そこじゃないね、まず俺が行きたいとこって。そう、これモナエ聞く？モナエ、モナエ、モナエ。霞の鎧を持ってきなさい。霞じゃねえんだな、炎の剣なんだな。俺が今目覚めさせたいのは、待てよ、 G があそこにいるってことはこの近くにもおそらく G ネットワーク。逆に遠くに配置されてるかもしれん。それぞれの賢者を世界各地に割り振り。俺の精神が危ぶまれている。崩壊寸前まで追い込まれている。崩壊寸前。なんだこいつら、大して強くねえくせに全然逃げられねえし。すぎる。おタンクいいやつ、有望。あ、やっちまった。まあ、いや殺そうこいつも。お前やりすぎた。もうお前は木屑となるのみ。でもいいね、ようやくアタッカーとして自立した感はある。でも あった、これだ、間違いない。炎の剣よ、目覚めよ。確かに122だったはず、鮮明に覚えてる、あのショックは。爆笑。試し切りってどうだっけ、なんかグラナダか。その前に時間大丈夫か、一回切るか。俺もう半分ぐらいマリンザクと戦ってたような気がする。よし、これで準備は万端。